ジェンマ・ウンベルタ、マリアガルガーには、当時のイタリア王国の女性で神秘家であり、カトリック教会の聖人、イエス・キリストの受難を体験したとされ、このことから、受難の娘と呼ばれる。祝日は4月11日、敬虔なキリスト教徒として育ったジェンマは五十何回の修道場になることを願ったが、健康上の理由などで実現しなかった。1862年に、 脊髄膜炎にかかり、成人として評判が高まった、五十内会の修道士、悲しみの聖母の聖ガブリエル・ポッセンティなどの取り継ぎを願い、奇跡的に回復した。以後、ジェンマは、両手と両足に聖魂が現れるといった、神秘体験を経験し、その行動は、彼女の調在司祭らによって慎重に調査された。しかし彼女は興奮することなく、それに耐えた。 1903年4月11日に死去。カトリック教会はその聖徳性を認め、1933年にローマ教皇ピウス11世によって劣覆され、1940年に同じくローマ教皇のピウス12世により劣勢された。1878年3月12日、当時のイタリア王国カパンノリー地方にあるカリミアーノの村落に生まれる。 父親のエンディーコガルガーニは裕福な薬剤師で、ジェンマはその八死の五人目として出生した。ジェンマが生まれてすぐ、父親のエンディーコは子供たちの教育環境を向上させるため、北のトスカーナ州ルッカに移り住んだ。2歳半の頃に母親のアウレリアガルガーニが結核を患ったため、ジェンマはエレーナ・ベリーニとエルシリア・ベリーニが経営する。 私立保育園に預けられる。ジェンマは当時からとても高い知能を持った子供だとみなされていた。ジェンマは幼少期のうちに兄弟の長子、カルロや妹のジュリアを亡くし、さらに5歳になった1885年9月17日には母親のアウレリアも結核で失った。またジェンマが慕っていた兄のジノも死災になることを目指して勉学に励んでいたさなか、 母親と同じ結核で死別している。ジェンマは、政治多修道女会が経営する、半帰宿型のカトリック学校に入学した。ジェンマはフランス語や算数、音楽に長けていた。ジェンマは9歳で、初めての生体配慮を済ませている。ジェンマは、修道会である五十何回の修道女になることを希望したが、体が病弱であったこと、およびジェンマが原種を見るようになったことが影響し、 この修道会から受け入れを断られている。20歳になったジェンマは、脊髄膜炎を患ったが、奇跡的に回復した。この脊髄膜炎から驚異的に治癒したことは、ジェンマが、悲しみの聖母の聖ガブリエルと、聖マルグリット・マリー・アラ国に、イエス・キリストの精神への、取りなしの祈りをしたためとされている。ジェンマは18歳を過ぎた直後に父親を亡くした。 この時すでに母親は亡くなっていたため、自分の弟や妹に責任を持って、しつけをする立場となった。自分が一家の責任者となったことから、おばのカロリーナと共に家族を養うこととなった。この時期にジェンマは二人の男性から求婚されていた。しかしジェンマは二つの縁談を断り、ジャニーニ家の家政婦になった。ジェンマの霊的指導者で、 彼女の伝記を書いた尊者ゲルマーノル・オッポロによると、1899年6月8日、ジェンマが21歳の時、彼女の体に性婚が現れ始めた。なお、ジェンマは自分の守護天使、イエス・キリスト、聖母・マリア、そして諸聖人たち、その中でも、聖母の悲しみの聖ガブリエルとよく話をするのだと、はっきり述べている。ジェンマが公にした、 信仰体験の証言集によると、彼女はよく話をする。それらの存在から、現在や未来の出来事について、特別なメッセージを時々受けたとされる。ジェンマの健康状態が悪化するにつれ、ルオッポロ氏はジェンマに対し、自分の性婚が消えますようにと祈るよう指導した。ジェンマがこれに従うと、性婚は消えていった。ジェンマは悪魔の攻撃に抵抗することがしばしばあった。 と語っている。ジェンマは、しばしば甲骨状態にあるのを目撃されていた。また空中浮遊していたこともあると言われており、ジェンマ自身も少なくとも一度は、自分がキリストの十字画像を抱きしめるようにしながら、床から浮き上がったのを感じたことがあるという。普段十字画像は、家のダイニングルームに飾られており、家族はその像のキリストが傷を受けたとされる箇所に、 口づけをして崇拝していた。1899年6月8日、精神の祝日に成婚を受けたとされ、ジェンマはこのことを次のように書き記している。私は自分の罪に内なる悲しみを抱いた。それはあまりに強烈で、それと似たようなものは二度と感じたことはなかった。私は自分の意志で自分の罪をすべて意味嫌うようにし、その罪の報いとして、 すべてのものに喜んで苦しむと約束した。すると、悲しみ、愛、恐れ、希望と癒しという思考たちが雲のように私を熱く取り囲んだ。その後にジェンマは、聖母マリアに伴われて、宇宙天になり、成功を受けた後に、自分の守護天使を見た。聖母マリアがマントを広げ、私を包み込んだ。その瞬間、イエス・キリストが現れた。 彼は十字架にかけられた時の傷口がすべて開いていたがその傷口から血は滲み出ていなかった。だが一瞬のうちに炎が現れて私の両手の手のひら両足心臓の部分に触れた。私は死んできっとそこから落ちてしまったのだろうと感じたが聖母マリアが私を支えそして聖母のマントで私を包み込んでいてくれた。私はこのようにして 数時間そのままでいた。すると聖母が私の額に口づけをし、このビジョンは消えて、私は自分がひざまずいているのに気がついた。しかし私は自分の両方の手の手のひらと足、心臓のところに鋭い痛みを未だに感じていた。ベッドに入ろうと立ち上がると痛みの残る場所から血がにじみ出ているのが見えた。ベッドから出ようとすると自分が痛みを感じた箇所から、 血が出てているのを見た。私はできる限り急いでその傷を隠すと、守護天使の助けを受けながら、ベッドに入った。1916年に発行された、ジェンマの写真ジェンマは、生前から、ルッカの周辺で、特に貧しい人々の間でよく知られた存在だった。ジェンマに対する評価は、分かれており、彼女の卓越した美徳を称賛したり、数形や称賛とは切り離して、 ルッカの乙女と呼ぶ人々がいた一方、否定的な立場を表す人々もあり、妹のアンジェリーナはジェンマが霊的な経験をしている間に彼女をからかった。また妹のアンジェリーナもジェンマの名声を利用して利益を得ようとしているとの告発があり、ジェンマが劣勢される過程において証言することは不適切だとみなされた。ジェンマの人生で起こった驚異的な出来事を考えて、 見ると、ジェンマは、精神的に病んでいたと考える会議論者もいた。ジェンマは、一般大衆からのみならず、カトリック教会の一部の聖職者からもたびたび、軽蔑的な扱いを受けており、ジェンマの調剤を担当していた司祭ですらジェンマが、受けたという奇跡については、会議的だった。ジェンマを霊的に導いていた尊者のゲルマールオッポロ、氏は、当初こそ、ジェンマの身に起こった出来事について、 自身の立場を留保していたものの、彼女に起こっている自然現象を慎重かつ徹底的に調査していくうちにジェンマの神秘的な人生が偽りのないものであることを確信するようになった。ジェンマの死後、ルオッポジは彼女の詳細な伝記を書き、ジェンマの日記、自伝、手紙など彼女が書き残したものすべてを責任を持って取り集めた1903年の初頭に、 肺結核と診断されて以降、なかなか回復せず、また頻繁に痛みを伴う病に苦しめられることとなる。しかしそのまま神秘体験を経験していたとされ、ジェンマの看護に当たっていた看護修道所によれば、たくさんの病人の手当てをしてきたが、こんな経験は初めてだったという。1903年の青春間が始まると容態が急激に悪化、青金曜日まで、 猛烈に苦しんだ後、1903年4月11日の聖土曜日、かつてジェンマが家政婦をしていたジアニーニ家の斜め向かいに、ある小さな部屋で死去した。カトリック教会によるジェンマの生涯の調査を経て、ジェン,ジェンマの遺体はイタリアの五十何回修道院に安置されている。劣勢までの期間の短さは、カトリック教会においても異例であった。 聖ジェンマがある任意には五十何回修道者で最もよく知られる聖人の一人として主にイタリアやラテンアメリカ諸国で数形されている。ジェンマは学生時代学級でトップの成績だったと言われており、学生や薬剤師の守護聖人とされている。ありがとうございます。